アサウィンクワンムアンは、太陽国の政治家。2016年に、バンコク都知事に就任した。ダンチャン・ウィタヤ中等学校を卒業後、軽職を目指し、王立主管学校、タイ国立防衛大学に進む。学校卒業後は、ジョー・ダンシャンの殺害、タクシン・チナワ・ト元首相の自動車爆弾事件、キャンネン、シーアやジッピー・フィアカウの逮捕。 ジョーク・ファイ・カウの長報機的殺害などの国家レベルの重滞任務に携わった。2008年半ば、アスウィンが警察中将の地位にあったとき、アスウィンは警視総監から警察補佐官へと左遷され、公認にポル・エル・ティ・ジェンサ・チャートム・アンカが総監に就任したが、この人事には民主・市民連合の反政府集会を警察権力が統制できなくなると、 する批判が集まった。翌年の2009年には、アピシット政権下で、警察将校として認められ、太陽国国家警察庁の副局長に任命され、後に2区の地方警察の本部長の公認として、任命された。退任後、アスウィンは、万国都知事代理に任命され、防災、減災や地方自治業務に取り組んだ。2016年に、国家平和秩序委員会により、 万国都知事に任命され、2020年の今も在任中。タイにおいては、史上初の警察組織出身の知事となる。ありがとうございます。